はい、皆さんこんにちは。今回はこの SD ガンダムなんですかね、クロスシルエットのザク2作っていきたいと思います。今回はこれの素組みをしようかなとは思ってるんですが、これをそのまま組んでもなんとなく面白くないんじゃないかなと思いまして、このキットプラスこの旧キットですね、144分の1の MSV ザクデザートタイプと2個1して SD ガンダムクロスシルエットザクデザートタイプを作っていきたいと思います。はい、すぐに完成しました。マッシブな感じがしてかっこいいですね。クロスシルエットっていうことなので内部フレームがなんかよく動くやつに変わったりするとは思うんですが、私はこういう寸詰まりというかチンチクリというかこういう感じのね、可愛らしい感じの方が好きなので、このまま、肩まとか縦とか、胸の方のキットを使うかプラ板で作るかなんですが、どうしましょうか。ここですね、ちょっと考えながらやっていきますかね。楽しみですね。こんな感じで作っていこうかなとは思っております。あとは腕ですね。腕をもしかしたらこっちの方を使うのか、もともとこっちにつけていくのかというのをちょっと考えながらやっていきたいと思います。じゃあこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。